ジャングルジャングル初めて近っ、うしゃ、ケーズ電気が向こうにあって、そうめっちゃガラガラ。なんかの建物でも残骸っぽいよな、この建物。撮影はどうなんやろう、まあ、聞いてみて OK なら中も紹介できるな。パンダのくせにジャングルとは、まあ、あ、坂井や、そうですよ、坂井引っ越しセンターのやつ、それ左奥ですね。ああ、ぐったりしてる、あのゲーム大丈夫なんですよ。すごい、そこでさ、右包丁置いてるとか、ここ、あ、すごいや、え、いきなりこいつありやん。あ、まあまあでも普通に入れするの、それ何、これプレス人生ゲームの、そう、これでできんの、ええやろ、面白いやん、これ箱付きで欲しいねん。補修変機器好きやから、うん、1000円やろ、そう、だいたい2000円ぐらい箱付きで、だから普通やと思う。あ、でも、あ、これほら、さっき買ったやつ300円、さすがジャンク。ちなみに撮影許可バッチリ取りました、ありがとうございます。PSTS 期待やなぁ、これこういうお店は見えへんな、見えへんし、何か分からへんし、もう何これ、何書いてる、これ、これバンダイ、クラッシュギア、ユロケン、センチュリー、やべえな、しっかりあるじゃん。これ100円系はあんまりやね、この見せ方むず、もうやんない、もう覗いてもらうしかない。これ何、遊戯王、遊戯王さ、 PSP なの、 5Ds じゃない、なんていうか、そのタッグフォース3番目ぐらいの、見たちょっと見たことあるね。 PSP の遊戯王なんかあんま見た記憶ないわ、あっかんですね、やっぱり全てのハードで出してるんじゃないですかね。ただなぁ、この辺300円ちょっと嫌なんやな、今見てるから。あ、でもあれやな、物を見てる感じ、買いに来てる人いるな、その安いやつばっかりって感じになってるから、これまた買うとり、これ値段さんで、でも多分これが普通なんじゃない、多分、あ、ジャンクやったからね、これは、そう、あそこのジャンクがちょっとあれなんだって、やっぱりザタッチ、あのあれあれ、違う違う、ちょっとやろ、あー、もうあれよ、あのビデオをカメラで撮って編集するやつ、珍しそう、コレクターさんは欲しいかもね。アカデミーやも揃えたくなるな、こんなの見ると、これ多分100円やねんな、この辺多分あると思う、100円で買えたら、みんなの地図、ああ、地図、要は機能系やな、おねしょ、おねしょそれ地図を、独特な地図やな、そっちのゲームの方がおもろそうやねんけど、何これ、700円ですね、タッグバーサス、知らん、よくあるドラゴンボールですね、ちょっと気になる、4人で戦いに行って、え、あ、そうか、ポータブルやからあれか、通信できるんですね、腰も痛いから、腰痛いなかったらもうちょっと元気にな、これちょっと後でもう一回考える、バルファラナイチ欲しい人欲しそう、番長、なんだよ、水族、ブリッジ、ミニゲーム集か、あ、ポップミュージック、これ
あ、サンキュッパや。買おうかな、これは。おとげ。うん。うっとり。そんだけ。オイオンビジョン。それ、映画じゃないですか。うん、ビデオだな。あ、プレス3。ウニコ、アンダーメイティンバース。何ここ1個やな。だからやっぱ買ってんやろな、誰かな。そうですよね。あ、これめっちゃ見やすい、こっちから。ああ、タイトルが見やすい。うん、大した裏がないよ。いただき、でも、ドラゴンヒーローズリリースも混じってる。うん、いいね、こういうお店好きよ、俺。あ、酒ブレインか。いや、1000円になってる。あ、ちゃんと値段変えとんな、えらい。もっと安いんけど、ごめん。うん、セーター、セーターがないや。なんぼ？どういうゲームだよ、これ。そう、分からへんね。これ、はい、一回ヤフオクで勝負してんけど。ファミコンの。そうね、そんな感じだね。セーター3番みたいな。横でいけるのかな。嘘くさい紙上しな。え、おかしいんですよね。なんか違う、ちょっと違うみたいな。あ、ちゃんと値段変えてる、ここ、えら。これは何？へぇ、モンスターハント、何これ？フロンティアオンライン。あ、へぇ、かっこいい。パソコンのやつや、フロンティアオンラインは。これもね、1408円やけど、これも、ちょっと前、まあ、言うて1年ぐらい前やったら500円ぐらいやった。マジで？でもじゃあちゃんと値段変えてる。何これ、ゲームでエイトレ英語かな、うん、あ、これあれですか。そう、さっきおったな。100円でゲットした、うん、ガールズモード何これ。あれかと思ったの、 ちゃんとイラスト、イラストキングダムじゃないですか。イラストのやつやね、スタースタイリスト。絵はいいけど、ね、ゲームめっちゃおもんなさそうやった、うん、で勉強系がめっちゃ出てくる。これが、え、1000円すんの、これ。1000円です、1000円です。箱なし、なんか分からへんの。最悪の最悪人間と、これあれか、ギャルゲーみたいなやつか。あ、そうそう、このときメモはようみたいな。あ、そうですね。こういうのは思うの。それも9000円ですね。え、998円です。あ、1000円ね、9000円かと思ってで、じゃあこれ結婚、これ多分クセ安いやろ。ごめんなさい、2000円何もやろ。それ500円、4000円。ちょっと待って、取り消す。あ、ちゃうわ、これ何や、ドラゴンボール。あー、3の、レイジングブラスト。あ、ごめんなさい、レイジングブラストいくらや。値段によっては欲しい。300円。200円。買おうかな。これ1も買ってない気がするんだけど、2は持ってるんだけど、ちょっと高かったけど、買おう。よいしょ。あ、見応えがあるな。めんどくさいけど。よいしょ。テント、テント、400。よいしょ。プレス2も本体のみで2000円ね。高いね。あ、高いんや。うん。うわ、これは持ってない 100%。 リバーシー。
うん、でもいらない、うん、うわ出たこれ、うん、めっちゃ新品で在庫すごかった、お邪魔感で昔。あ、そうなんです新品で、うん、あ誰も買わへん、それは買わんわな今あってもいらんわ、うん、わかんないです、今は必要とされないですけど、あと何年かしら、あの時あれなんか売ってたのに、100円はなんかやっぱ買っちゃうな、多分これね、なんかパッケージなんかついてたかもしれない、今は、うん、あ、これも100円や。テイルズ・オブ・ベスペディア。まあ、100円の、これ買おう。ティーパック。ドラゴンズ・ドグマも別に。うん、なんかこれも最近新しく。そうそうそう。ね、なんか出たのか出るのか。この辺は。これも何ダクソンみたいなやつ違う、もっと普通の RPG、うん、RPG アクション RPG やけど、あんなダクソみたいなあれじゃない、もうあれはマジでない、うん、これよいしょ、でも100円、うん、まあ俺はいらんねんけど、誰かあげる、その Xbox 好きな人おんねやん、はい、友達っていうか知り合いに、その人この100円のやつ全部あげたってもいいかな、うん、全部集めてるわけじゃないやろか、うん、ドラゴンズドームは安いし、これ税抜き税込みか、うん、うん、いやこれだってことは税込みと税込みちゃうもんね、そこの数買ってるとめちゃくちゃ差が出てくる、変わりますもんね、うん、一気にびっくりするもん、あれって思うこと多い、400円、稲妻イレブン、ストライカーズ、なんかバケモンが後ろ、稲妻イレブンはツッコミどころ満載のサッカーゲームなんでしょ、前から、そうそうそう、尺つばもう超えるぐらいの、オンライン1000円ほら、今だけまた違う、オンラインのやつ、あ、ドリカスもあるやん、バイオハザード、あ、コードベルニカ、なんぼ、300円やったら買うわ、持ってたけど、うん、もう持ってたよそれね、よ、うん、いしょ、もうジジイなんだから、テレビスーパースターから、ね、え、これ何これ、やばい、おー見たことない、118円、うん、ムーブのやつか、ああ、ムーブ持って、ムーブを持ってないね、ムーブ欲しいね、なんかよく見ません、見ない、っていうかあっても高い、あ、そういうことか、そう、しかもめっちゃ判別が難しくて、あのプレステ3用のムーブとプレステ4用のムーブがあって、そんなあるんや、そうで、確かプレステ3用のムーブの方が高いはず、マジか、そう、3用は3も4もいけるんだよ確か、けど4のはホールしか無理や、ふざけんなよって意味わからんやろ、うわ、2やな、安いから買ってもいいけどな、この辺で3キュッパーを買い出すと怖い、危ない、焦ってんかな、これはアガレスト戦すごい痩せてる、もしかして、ね、焦ってる、さすがにこの時代でこの色せえへんよな、うん、せえへんプレステ3って割と焦ってるやつ多いな、うん、戦場のバルキリアよう見る気するけど、セブン、あ、何これ、ちょっと
事件よ。よいしょ。フィッシュアイズ、そうか。え、500円、まあ、値付けちゃんとしてるな。フィッシュアイズに500円付けるのはすごい。やりよるって感じ。わがねば2な。安いと思う。200円かな。ワーネバ2 200円買おう。この辺はもう遊ばれへんからいいや。ああ、そんなもんね。頑固な遊べるようにできへんのかな。これちなみに多分まあまあ珍しいからね。あ、そうですか。うん、まあ俺は釣りやからな。一緒です。サメを釣ろう。いや、サメじゃないと思う、別に。2は知らんけど、でもサメっぽいな。サメに見えるだけちゃうね。サメじゃないよ。うん、サメっぽく見えるな。ケガメタジャクリです。ああ、ああ、ああ、いや、ずっと喋ったから、俺音楽で怒られてたよ。最近こういうお店のやつ上げてるから、めっちゃわかるわ。喋っとかな、マジで、もう判定されて、あの、著作権のやつめっちゃ言われる。あ、これ98円いいや。これ何や。逆襲のシャア。あ、これ何版、何やろ。ムービーみたいわ。ムービーだけ。おもろそうやけどな。うん。あ、この店、マジずっと喋っても怒られてる。まあ、音はちっちゃいからまだあれやけど、あの、頑張って喋るわ。こっち行きます。 PS3 ここにもんな。エースコンバット04。 PS4、 うん、PS4。 ニーアオータン、あ、まあ普通に値段するわ。 PS2、あ、出た、これ欲しかったんよ。お、やったじゃないですか。これ見えひんなと思ってて。いや、安いんやで、でも多分ネットの方が安いんちゃう、多分。いいわ、でもこれ、あんだけポリス2を処分するというて。そう、これ安いんやけどさ、そんなに見えひんねんけどな。なんであんな安いんかわからへん。これから来ますよ。え、著作権切れに金の逆襲で。そう、俺はマジで大阪でその自分の周りで見てた時はマジで見た記憶がない。マストエスコートかな。そら知らん。あかんあかん、もうちょっと頑張って喋らんと。アンジェリークトロは初回限定。アンジェリークってでも昔からあるよ。何か知らんけど。初めて聞いた。ほんま、うん、結構聞くと思うね。スパイルいいくら。ああ、まあ、適正だね。今ネオアンジェリークっていうのがある。ああ、ネオアンジェリーク。うん、うわぁ、これ知らん。テニスやん、ね。ハードヒット。いや、知ってるかも。お、G1 ステーク。お、なんぼな。2キュッパ。実況 G1 ステーブル。分からん。この競馬系はどれが珍しくてどれが珍しくないかマジで分からん。よいしょ。ファミコンミニ？違うな。ジョイスティック。箱付きで？二つある。すごくない？うん。初めて見たこんな。すごくないかこれ、綺麗でな、普通にあのファミコンミニの箱にも見えるよね。うん、え、すごっ、すごい、ほんまにすごいな。もうこの書体がもう当時の、うん、え、これ買ったのかな、ありっちゃあり。1個俺で、もう1個その周辺マニアがいるんだよ。はい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 、持ってるんかな。持ってでそうではあるけど、いやでもこの箱付きが見えへんでしょ。見えへんと思う。ちょっと喜んでくれるかも。ありや。
ていうのは文字物もらってな返してない人が結構おるんよそのなんかいらんもんあげてもしゃあないやろと思って持ってるからさ、これがさっきのワイン一緒やつ、うまいうまい、これは魚やちゃんとでもあれも魚やから確かに1キッポまあまあ買ってもいいか、持ってるかもしれんけどちょっとわかんない、今日は買うね、うん、すいません、よかった、1日もあるんやけどな決戦ね、決戦ちょっとちゃんとやってみたいねんな、値段結構普通に値段ついてる、いやこれはねえ、ジルウォールって書いてます、あジルウォールね、わーこれもなんかミンナイチロウ、おーイチロウか、うん、これなんぼやろ、うん、それ5キュッパ、うーん、だからちょっと珍しいんやな、うん、5キュッパ値段ついてるってことみんなのゴルフ場や、みんなのゴルフじゃなくてゴルフ場なの、何これ、ゴルフ場経営するんちゃうんすか、え、だってこれ多分ゲームじゃないんちゃうしかも上司のシールが PSP や、え、うん、あ、PSP なのこれ、でもプレイステーションの、あ、PSP って書いてるわ、え、何これ、ゴルフに役立つ、ゴルフがもっと実在コースを、これキットちゃう、え、あれやわ、ツールや、これもゴルフじゃないんや、あの、ゴルフゲームじゃなくて、あとな、だから要はキャディーになってくれんやろ、だからこのパッドがいいよとか、はいはい、その GPS ついてる、そう登録されたほら、うん、ほんまやほんまや、知らんこれ、でもマジでゴルフせんからいらんわ、エスダさんに言うのあの人ほんまいらんもんいらん言うから多分いらんって言うと、いいんやで、全然いいんやけど、なんかストレートやね、ドストレートにこう答えてくれないね、そう、いらんもいらん、まあ確かにと思うけど、全部かダークですね、まあその大した問題です、ああビータって、うん、あんな箱なんやね、ビータ SD カードやしな、そうか、それは聞いたな、そういう SD カード、そうな、この辺もちょっと気になった、あれポップンコントローラー、そう、これソフト付けやろ、しかも、うん、ソフトは多分持ってたわ、1980円、まあ箱も綺麗、考えたらそんなもんちゃうんかな、あ、これありません、何これ、ドラえもんや、え、ちゃうかった、あの、あれじゃないの、前におちゃらさんも欲しかったっていうやつ、あれ、ね、ピコや、あ、ピコじゃないんだ、え、何これ、ドラえもんステップアップパソコンマウス好きや、え、何これ、めっちゃええやん、これ、ね、な、何ができんやろ、でもまだ来んないから多分、はい、おもちゃのやつやな、ね、え、めっちゃ可愛い、でも、ね、これでも今のドラえもん、いや、それちゃうちゃう、あの、そこの、それは、あ、大山さん、こっち初期やけど、そうそう、こっちがあれっぽいな、ああ、いや、ちゃんと値段ついてるなぁ、でもタイムフラッシュする、うん、多分でもこんなぐらいするもん、うん、これも箱の状態が全部いい、うん、いいですね、うん、あれもどっかの、あれは全然ちょっとありやね、どっかの、それだ、店舗のやつを回収してきたような、ああ、いいじゃないですかね、確かに、これ持ってないけど、あ、スロットの、そう、要は食感がちょっとだからちゃうねん、これ、はいはい、いや、ちっちゃいやつやから、はい、もうおもちゃやね、それは、でもこれやったら寝転びながらでもできるって、要は、うん、あ、ちょっといいなって思うから、うわ、しかも L2R2 あるから、
両手の中にホールの興奮が見舞えるいいねちょっといいよな、キューキュッパか、あのサミーのあの打法もこれならできる、できるんかな猫で怖いから猫で困んな、行ったわよコピー打法ゆっくりレバーを練習できるモールがあるから、生写真ないって、AKB、PSP だね、マジで全員同じ顔に見える、もうこいつらもうババアになったってこと、モーニング娘。がそうですか、それはまあでもおばあちゃんじゃん、うん、モーニングなんてね、アフタヌーン娘からあげてあれへんそのままこっからかな、そうだね、そうですね、でまたウィーフィットもした、ウィーフィットは10円で売ってるやつだね、いやあの究極はお持ち帰りください、ね、あそうやね、そう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 、すごいな、そんな黒いカードが、カードとかカセットやね、うん綺麗やな、あんま遊ばれてなさそう、えパネポンさん結構安いと思ったね、これは面白いない、うん、めっちゃ、だってめっちゃ流行ってんこれ、あそうなの、 DS ですれ違いってやつ、そうそうそう、あすれ違い通信みんなしてる、いやこれちょっと DS ほんまたまにまあ やれへんかもしれへんけど、あごめんなさいやるかな、いやまあもしかしたらやったら多分ずっとやってまうかもしれへんけど、これは、まあ、そう難しくもないし、結構面白い、うん、ちょっと改造コードとかこうあるんやったら、解除行動はあるんやろうな多分、DS もありましたよね、マジコンかなんか、そうあれはでも違法なの、あの蓮舫のなんかありましたね、息子かなんか、そう蓮舫の息子がなんつったんやったか忘れたけどなんかこのゲームどうやったらできるなんかゲームもらえんのみたいな、多分そんなん言うたんちゃう、そういう機会じゃないからみたいな持ってるやつをそこに入れて、やばいよやばいよ、なんかどっかからダウンロードするやっちゃうからみたいな。おーゲーム結構綺麗で、綺麗でお安いんちゃう？そのガムシャラに高いのはないよ。てかでもまあ。何やろ、表現が間違ってるかもしれないけど、食われた後って感じですよ、うん、お食事なさったんだな、うん、誰かっていう、ね、お食事いただかれてますね、そうそうそう、だからこういうプレステとかはまあそんなに多分見てへんよ、ね、でこういう店舗によくあるのがさ、最新ハードのがちょっと高い、古いやつほどそんな値段つかへんみたいなの多いからさ、トラスルな、ローンプレート4まで出てんの、4しか出てない、そうドラゴンバスターやだけで、ファミコンは4しか出てない、いつか全部綺麗、ファミコンこれ同じ人を売ってんちゃう、こんな裏もこんな綺麗なことなかなかないで、ヨッシーの時だったこれも、うん、輝いて蛍光のマーカーみたいになってるマリオブラザーズの色やな、うん、より あれかなちょっとちゃうかな、うん、あれピューレもようやったわ、ピューレも39%やって、うん、あこれ今レトロゲーム買い始めた人めっちゃええんちゃう、ここ全部買ったやん、その一種類ずつ49%ごめんね、あっちこっち、人生劇場3、コナミックスポーツや、なんぼ300円、なんか税込みよこれ、出た、ね、やったよ、サブさんが大好き、やったこれは500円、これもやったんちゃう、これ400円、ハリス、ほらやっぱこれ値段間違えて、これ300円やもん、うんペーパーマリオ、ね、うん、
ウェーブレースか、これちょっと欲しいけどな、64でもあるんじゃん、そうそうそう、ね、からそう、そうなってくると星なんだよ、逆にどうなるんやろ、元の前のゲームはどんなやったんやと、前というか先やな、ああそうですね、それホルダーです、3000、それ腰に装着して俺のターンドーって、カセット、カセット取り出さなかったんです、変換器、うん、でもDS のどっかの店舗かな、だから回収してきたみたいな、皿の皿じゃないですか、それこれでもなんか数量限定アペンドバイン、すげえな、キスガイちゃんと入ってんかな、一滴流行った、流行ったっぽい、そう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 、今もまだ出てるよ、私、あ、そうなんですね、うん、なんぼ1500円か、すごいな、そのボリュームの中に何が詰まってるんやろか、詰まってんのはフィギュアが入ってんやろ、ああデスコって何、デスコってこいつか、そうです、ね、多分こいつやな、名前的に、うん、別に全然いらんわ、マジでデスコのフィギュア入ってるもんってなるマジで、そうデスコのフィギュアめっちゃ見たいんやけどデスコやばいってディスコって洋発温泉人が、そうそうそう、おばあちゃんとかおじいちゃんなデスコに行ってきたね、デスコ行くんか、ジャスコじゃないで、あんたもう今日もデスコ行くんかクラブや言うてるやろ、クラブって何や、何のクラブや、デスコってちゃうんかあるあるな、ちょっとサンドイッチマンの伊達が、うん、あの誰のモノマネ、あれのモノマネしてるみたいな喋り方やったね、いや分からへんそれ、出てけへん、出てけへん、サンドイッチマン、うん、パニックボンボ、通販にはちょっと高いかな、もうなんか刺さるやつ、え、あ、そうそうそう、64か、そう、これ64のゲームボーイ、あー、なんだかよ、これ珍しいな、バーディーとは101キュッパ、ゴルフゲーム、出たボンバザルや、ケムコ、クソケムコや、これな、オンバザル198円、安いんちゃう、スーパーハイコンに次のソフトが出るまでのつなぎとして買ってしまったが、買おうかな、うん、かめっちゃ綺麗もん、ほらほんまやね、本物なんこれ、偽物のオンバザルって何って感じでもちょっと待って、だってほらちゃうねん、ほんまや、なんかちゃうねんけど、何やろ、え、これ偽物じゃん、上手に磨く職人がいてんじゃないですか、だって刻印あるわ、何このオンバザル、ね、なんかシールも嘘っぽいよね、なんかめっちゃレアいんじゃん、偽物のボンバザルやったら何のため、これ何ほんまに、スーパーファミコンカセット、あのケムコが、うん、もうそうなったら買おうか、もうよくわからん、ボンバザルってそういうもんもかもしれないです、こっちのが珍しいね、うん、ちょっとこれやんな、多分普通な、う、ね、うん、任天堂だ、それでライセンス払ってなんか謎いわしてるんですよ、うん、テンプだけが違うんだよ、忍たまなんだろうぜ、これやる、これ忍たまレアゲー好きな人みたいになってるやん、スーパーブラックバス2は持ってないかもな、うん、そう、任天堂や、そこ見た、見てない、見てない、うん、いや、お値段ちゃんとしてますわ、ほんま、うん、ちゃんとしてるけど、嫌な値段じゃない、ってなるときあんま、
嫌なお店、嫌なお店っていうかその嫌な値段のやつ見る。え、何俺スーハミを裏見出す、そのうち。ねえ、見ると思いますね。もうこいつなら見かねえみたいな。64から発生しました。ああ、シミュレーションプレイ。シュートも最近ではあんま見ない。いやちょっと気になる、ついでに見とこうと思う。エポック、エキサイトステージ96。え、96？ U1 のやつやん。 U1 や。え、96持ってないかもっていうか、これキングオブファイターズ96。分からへんな。いや、これちょっと買おう。200円やけど、しかも U1 やし、はい、多分でも珍しくはないんちゃう。でもなんかちょっと違和感はある。こんなんあったかなみたいな。エポックですからね。僕はなんかウルトラマンとか、あんなドラえもんが多い。あ、そうや、ドラえもんや。600円。あ、振動パックバージョンの。今やったら安いんちゃうこれ。俺が買った時はまああれやったけど、こんなもんかなって感じ。ああ、これな、ゼルダ。あ、ゼルダも700円。ああ、ちょっとゼルダ見たらもうパンダさんが出てる。はい、この店はパンダの店や。それだけで。なんでなんかこっち、え、なんでなんかこっち、いっぱいあれ、そう、異次元マジックしたみたいな。手品みたいなもんじゃん。ねえ、なんでって真ん中の方から落ちたんですよ。まあ後でスローで見たら。そうやね。どういう技使ったの。あ、サタンや。スレイヤーズロイヤル。高いな。あ、ロイヤルとロイヤル。うん、よいしょ。よいしょ。どうする、ファミコンのコントローラーみたいな、しかもニンテンドーのカセットのロゴみたいな、パクリのな、パクリやな、メールに。これだけなんや、本体すごいな。電池、本電池、単4電池、すげえ、単3ちゃうんや。ちょっと、まあ、まあ小スペースでできますよ。そこ単3にせなちょっと不便やぞ。変なゲーム入ってると。いかがわしい。うん、あ、すごいやん、これセットで。イデの麻雀コントラ付き。まあでも高いわ。多分あれやね、ここのお店は箱にそんなに値段つけてないタイプ。昔ながらやろ。何それ、プレイスタイル2のマルシャップや。高っ、ちゃんとソニーのやつやそれ。へえー、これやろ。うん、あったあった、ちっちゃいプレス2やんそれ。おもろ、そんなん出てたんや。出ずーだやるって言ったらボンバーマンぐらいじゃないんだもん。これあれや、 PC エンジンのやつや。サルマルが欲しがるもん。え、このスパッツのとこ見てないな。見てない。リーダーマン、クヨクヨ、パープロ、ボンビー、バトルドッジボール。マジでどこにでもあれですばっかり。いや、マジでお食べになられたんやろな。これは何だ、テレビにつけてピコ的なやつやね。そうですね。え、すごい、これゲームキューブのケースやって。ほんまにミニオンクが入ってそうなケースっぽいけど、 GC ケースって書いてる。うん、あ、ほんまや、すげえ。ほんまゲームキューブ書いてる、まあ、え、これ珍しくない？
よし、これ買うたらもう、ゲームキューブを集めらなあかんなってしまう。ゲームキューブでも好きやで、結構。任天堂ゲーム機の中では、ファミコン、スーファミについで好きちゃう。なんでそういうことするのみたいに決まってるやん、なんか。あのね、それあれですよ、多分、ミミックス。頭が。これは何なのそれ、そこに説明書入れちゃうんですか。うん。説明書入れ。これ何やゲームキューブでこのサイズ。いや。何も入らんで。うん。やっぱミニ四駆です。これ多分まあまあ珍しいと思うで、俺多分。予想では。だってこの時期にさ、このケース絶対入らんやん。入らんね。数少ないんちゃうかな。うん、買わんけど。そのボソッとじゃなくて、まあ、散々こうね、煽って。え？何これ？え、こんなんついてた？いや、ついてない、ついてない。こんなんちゃうよな。うん、あの、もっと、それあれむき出しのやつやろな。うんうん、これをは、このパターン初めて見たわ、こんなん。それだから互換機じゃないっていうか、そんな代用してやってるやつ。任天堂やで。もや。ということはあれか、別売りかなんかでこんなん発売してたんですかね。ついてるのはそんなに白いやつやからね。ソフトなしリングフィット3000円。これえこれがあったら北斗できるんやった？それじゃない。あ、じゃないんや。あれは何もいらんの？あ、いらんの。はい、すみません、お待たせしました。それで持っていこう。なんてチャンネル名でやってるの？お笑いゲームヒゲチャンネルっていう。ああ、また拝見させてください。ありがとうございます。左腰が死んでる。こんなにいっぱい買っちゃった。結構あるね。あるある。 大物が。まず一発目ピャン。リンクのボウガントレーニングのプラスウィーザッパー付きのやつ。これめっちゃ箱切れ多分、新品やん。ほんまに。新品ではないけど。あ、でもあ、どっかの3700何歩で買えてるやつやね。そうね、うん、有名社っていう、ね、これ買ったんと、またこれ100円のドラゴンズドグマとテイルズ・オブ・デスペリアで、これコード・ベロニカ300円、ラスト・レムラント、これがなんかあんま見た記憶がもしかしたらしたら家あるんかもしれんけど、エキサイトステージ90、多分隠しキャラドラえもん出てくる、エポクシャやからで、ポップミュージックのポータブル400円、レイジングブラスト1、多分買ってないと思う。でもこれも気になりすぎて買ってしまった、ね、ボンマザル。ボンマザルやねんけど、めっちゃ綺麗っていうのと、まあ動画見てもらったらあれやけど、裏が変なんよ、なんかこんなんなんと思って、偽物かなと思って買いました。ボンマザル持ってる人は自分のボンマザルでコメントください、こんなんですよって。これもワンチャン持ってるんですけど、安いから200円のなんていうもの、ファイナリスト、うん。でこれめっちゃ、うわ見たことないと思ったら、あのウィームーブでやるやつやった、116円、 TV スーパースターで、ワーネバー2200円、安いから買いました。多分持ってるかもしれないけど、これは持ってないと思います。98円の NHL のパワープレイ96、 OK、 アイスホッケー、うん。でこれ欲しかったやつ、多分これネットのが多分安いです、ディズニーゴルフ。これ何気に安いくせに見たことないんですよ、今までに俺。だから
みんなこうたら大事にしてるんですよ。でも安いってことは多分めっちゃあるはずなんですよ。でこれファミリーコンプコンプーターコンプーターのあのファミリーキングというゾウスティックゾウスティックを買ってました。これタイプ1とタイプ2があって調べたらタイプ2の方を買ってきました。っていうのとこれですね、これファミコンなんですけど、どういった？ファミコンなんですけど、これもね、あげる用で買いました。これ、まあ、中一緒に周辺機器好きな人おって、これ気持ち悪いなと思って、まあもう何のやつか分かったんですけど、あのポン系のゲームのやつですね、任天堂のテレビゲーム15とかあれの、何やったかな、レーシング112っていうやつの、接続ケーブルだったんですね。なんていうか分配器っていうやったんで、それを知らんそうやったから買ったあげようかなと思って買ってきました。以上です。腰が爆発しそうなんで帰るわ。